カイコマから望む戦場ヶ岳ケ戦場岳、または戦場岳は、長野県に那市と山梨県南アルプス市にまたがる、南アルプス国立公園内の赤石山脈の北部にある標高3033メートルの山である。北東に小戦場岳、南西に大戦場岳の小ピークを従え、さらに大戦場岳の南側には、南アルプス中部の市を磨くに至る頂大な、 1000円尾根が連なっている。また、尾根の間には、東側に小泉上沢カール、北側に、藪沢カール、南東側に、大仙竹、沢カールと3つのカールを用し、山陽は、比較的穏やかであるが、西面は急峻で、崖沢が、沢登りや、陶器の氷瀑登半の対象となっている。高山植物の非常に豊富な山として知られている。 男性的な山陽のカイコマガタケに比べて、女性的ななだらかな山陽から、南アルプスの女王とも称されることがある。日本百名山、新日本百名山、花の百名山、新、花の百名山、山梨百名山、新州百名山に選定されている。山体は赤石草群の交差岩、連番岩、チャートで構成されている。新州側で古くは、 海駒ヶ岳の前衛法として、前岳と呼ばれていた。海の国史や、新鮮海の国地史略などでは、千場が岳と記載されている。岳とは、長さの単位であり、千場が岳という3名は、この山が高いことを比喩的に表したものだと考えられる。一条の長さは、約3.0303メートルであり、千場が岳の標高を岳を単位として表すと、 約1000点79畳となる。頂上部のカールの広さの1000畳から転じたものであるとする説もある。北沢峠までの交通の便が良く、東京方面からは一泊二日でも登頂可能である。多くの登山道が整備されており、日本の3000メートル峰の中では登頂しやすい山である。毎年七月初旬にメインの登山口の北沢峠で南アルプス北部海山祭と 朝栄祭が行われている。周辺には以下の山小屋があり、登山シーズン中に友人の営業を行っている。南アルプス国立公園内であり、南アルプス市北沢ごま線小屋と潜水小屋のキャンプ指定地を除き、全山爆栄禁止となっている。登山道の上部は森林限界の廃末帯である。雷鳥の生息地で、投薬林道、チングルマ、シャクノゲ、 シナノキンバイ、ミヤマオダマキなど多くの鉱山植物が見られる。田中澄江は花の百名山で代表する高山植物としてシナノナデシコを紹介した。カヤツリグサカの戦場菅は環境省山梨県、長野県のレッドリストの絶滅危害エイリーに指定されている。2014年現在、戦場家だけでも日本自家の出没が確認され、主に馬の背骨において、 宮山近方へ、品野近梅などの鉱山植物が食害の被害を受けている。赤石山無役の北部の狩猟線上にある。西側には地蔵尾根が伸び、北側には馬の瀬と呼ばれる尾根がある。南の潮見岳方面へと伸びる千円尾根は馬鹿尾根とも呼ばれている。西北西には地蔵尾根が伸びる。北沢峠を挟んで北東のカイコマガと対峙している。 南アルプスの3000メートル海根の最北端の山である。江ナ山から望む南アルプス北部の山々、線状が竹周辺の山源流となる以下の河川は太平洋へ流れる。南東斜面に大仙竹カール、東斜面に小仙城カール、北斜面にはヤブ、沢カールが見られる。女性的ななだらかな山陽である。山頂からは北アルプス、中央アルプス、 御嶽山、富士山や南アルプスの山々を望むことができる。とりわけ、富士山、北岳、真野岳、穂高岳、槍ヶ岳と日本の広報一の位が望めるけうな、いただきである。ありがとうございます。